映画、ホーンテッド、キャンパスが7月2日に公開を迎え、主演の中山優馬をはじめ、島崎遥、大野拓郎、高橋メアリー淳、安井健太郎、竹本聡監督が上映後の舞台挨拶に臨んだ、大学のオカルト研究会を舞台に、ヘタレな大学生が好意を寄せる後輩のため、呪われたキャンパスの謎を解明していくという、青春オカルトミステリー、中山はようやく公開を迎え、撮影は1年前以上前ですが、初めてできた映画を見た時は、懐かしいと思いつつ、迫力もあって、映画って価値のあるものだなと思いました。今日を楽しみにしていました。と晴れ晴れとした表情で挨拶。ところが、隣の、タルル、こと島崎は、渋い表情、私、本当に昨日の夜か?ら全く同じことを考えてたのに言われてしまって、畜生、と思いました。言うなよって、明かす、嘘でしょ、と笑う中山に、本当、後でメモ見せてあげる、と食い下がり、言うことなくなっちゃった、とぼやいていた。大野は、そんな島崎こそが現場では、影のムードメーカーだった、と告白、塩対応とか言われてますけど、現場では、樽は砂糖だよ、と言ってました、と明かす、中山が島崎に優しく、よかったな、と微笑むも、島崎は、うん、とここでまさかの塩対応、会場は爆笑に包まれる、大野はさらに、樽の好きなタイプって、身長180センチ以上でスポーツをあんまりしない人だって、と自身が条件に該当することをアピール。さらに、島崎が、飲んでるにを見るといい意味でわっとなる、というジャスミンティーを、2杯も飲んできました、とノリノリで公衆の面前でアタックを仕掛けていた、一方、中山は常々、さかなクンに顔が似ているといじられてきたが、この日も高橋からの、ユーモアがある、さかなクンみたいなことを言ってくれる、という、前振り、に乗って、撮影中も、監督から、さかなクンの顔になってる、と NG をもらったことがありました、と告白。監督は、一つ後悔してて、最後のカットの表情がちょっとだけさかなクンに見える、と明かし、会場は笑いに包まれる、後輩の安井から、実は虫が怖くて、とんでもない声を出すんです。と暴露され、実際にどんな声を出すのか、と実演を求められると期待に応えて、ギョギョッと絶叫し、会場は爆笑に包まれた。